国鉄 DD13 型ディーゼル機関車は、日本国有鉄道が製造した入れ替え用、液体式ディーゼル機関車である。ヤード構内での車両入れ替え作業に用いることを主目的として開発された機関車である。本形式が製造される以前、車両の入れ替え作業には明治、大正時代から戦前にかけて製造された B6 型や9600系、8620系等の 古豪蒸気機関車が使用されていたが、都市部では売園による周辺環境への悪影響が、国鉄部内でも機関車自体の老朽化、動力費と人件費の増加などが問題視され、始めていた。しかし、その当時、国鉄が保有していた外出会用ディーゼル機関車は DD11 系及び、 DD12 系の十数量のみで、それらはいずれも出力は 300PS 級にとどまっており、ヤード構内での入れ替えには力不足であった。そこで動力近代化計画の一環として、DD11 型より出力を増強し、入れ替えようとして適切な出力を備えたディーゼル機関車が計画された。こうして1958年から製造されたのが本形式である。入れ替えのほか。 視線などでの小運転に用いることも想定された。蒸気機関車を置き換える、入れ替え機関車の決定版として量産されたが、規模の大きなヤードで使用するには不向きであること。軸重が14トンとローカル線での運用には大きすぎる上、客車暖房用の蒸気発生装置を持たないという欠点もあり、DD20 系の試作を経て、1966年にこれらを解消したデジュー型が、 さらにこれをもとに入れ替え用途に特化した D11 型が開発されたことから1967年をもって製造が中止された。なお、私鉄や臨海鉄道向けにはその後も同類機が継続的に製造された。外観は DD11 系及び DD12 型と同様に2台のエンジンの間に運転室を設けた突系のセンターキャブ形状である。ディーゼルエンジンは 1937年に試作された、キハ43000系電気式機動車用 DMF31H をベースに、国鉄、新潟鉄工所、新構造機、ダイハツ工業で共同開発した DMF31S 姿を2機搭載する。変速機は液体式で新構造機が開発した変速2段。 直結一段のリソホルムスミス式進行 DS1.2、1.35を2機搭載しており、DD11 系の TC に DF115 の変速一段、直結一段よりも伝達効率が高められている。両端のボンネットには、機関とそれに装備された液体変速機が搭載されており、動力の伝達は、両端のボンネットに搭載された2つの機関からの、 出力軸を一旦運転席床下,下に設置された逆転機に集められ、前後の台車に推進軸で動力を振り分ける方式を採用しているが、片側のエンジンだけを使用して運転することも可能である。百十五機までは、全消灯が各エンドに一個ずつ設置され、両ボンネット前面のラジエーター用ルーバーは、当機のオーバークール対策からシャッター機能付きとされ、 エンジンも連続定格出力 370PS1300rpm の DMF31S 型であったが、111号からは排気化吸器が装備され、連続定格出力が 500PS1300rpm に増強された DMF31SB 型エンジンとなり、従来クランク軸によるベルト駆動であった冷却ファンは制油圧駆動に変更となり、 ボンネットうわつらに設置された。前面は通風口が廃止され、前照灯がシールドビーム2個となり、外観が一変した。1958年から1967年まで基本番台264両、300番台83両、500番台18両、600番台51両の計416両が、機車製造、日本車両製造、 新三菱重工業、三菱重工業、川崎重工業、日立製作所で製造されたが、後術の912型への改造のため、全416両が同時に存在したことはない。1961年製造の111号機からは、大規模な仕様変更がなされ、外観、エンジンが一新されている。 基本バンダイは264両製造されたが、製造時期により、構造、外観に差異がある、1から84、編集 DD13401958 年から製造された初期型。外観的には、DD11 系二次車を発展拡大したようなスタイルだが、白熱等位等の全小等はボンネットに半埋め込みとなり、 排気量拡大による煙突の設置。サイドロット式駆動台車を廃止。台車内部で、シャフトとギアにより二軸駆動する釣り合い量式 DT105 台車を採用するなど、各部の仕様に新しい試みがなされた。後年、41号機が DD14 型との10連運転用に、半10連方式の総括制御機に改造された。また、13両が912型に改造された。 85から110、編集 DD13101 台車が新設計のウィングバネ式 DT113 に変更された。元空気ためが運転席下から台車速報に移設され、燃料タンク容量が1000リットルから2000リットルに拡大された。111、編集1961年に製造された試作的要素を持った車両。エンジンが出力増強系の d m f 十一 sb 型となり、機関車全体の出力は、従来の 740pS から 1000pS に強化された。車体の形状も変更され、機関出力増加に伴う発熱量の増大に対応するため、ボンネット全端側面にラジエーターを移設、同時にラジエーター用送風ファンがボンネット上に設置された。全小灯も従来の白熱灯一灯から、 シールドビーム二等になったため、外観的には別形式のような変化がある。この111号機は、試験的に運転席が二組向かい合わせになっていて、安全確認などに、都合のいい側を選んで運転が可能だった。制御系統としては、トランジスタを使用したエレクトロニクス方式を採用し、主観制御機やブレーキ弁の代わりに、ハンドルのついた、新方式の制御台が二組設置された。 またのチ扱いに自動診断式が導入され、逆転機がボタン操作式になったほか、騒音低減のための排気消音機、各部に自動で潤滑油を補給する自動給油装置を備え、空気ブレーキ装置にも新しい技術が採用された。しかし、機関士が運転中に機関助手が誤って機器を操作した場合、機関士の操作が無効になる場合があり、 危険とみなされたこと、制御ハンドルと機関車用、ブレーキハンドル、列車用ブレーキハンドルの3本が全く同じ形で、わかりにくいこと、従来の機関車とは逆に、ブレーキハンドルを左に回すと、ブレーキがかかる仕組みが乗務員の戸惑いを生むなど、現場からは不評だった。特に、ブレーキハンドルの操作方法がこうなった理由として、人間の体は緊急の場合に反射的に収縮するので、 人間工学上理にかなった設計となっていたが、説明された乗務員が、機関士は非常の場合は何を置いても、非常ブレーキをかける。お猿さんじゃあるまいし、と生き通ったというエピソードがある。申請後は、品川機関区に配置されたが、1973年に、量産機と同等にする改造が行われて、苗木機関区に転属し、1977年に912、 型に再改造された。これら同期での試作要素は、後の DD20K、デジュー K の設計に生かされている。112から264、編集 DD13、151、111号機から、試作的要素を取り除き、外観の変更や、機関出力の増強はそのまま採用して新たな、一般型として1961年から1965年に、かけて製造された。 111号機では、運転台が2組設置されていたが、本グループ以降は再び1組に戻っている。142.143号機は、DD14 型との重連に使用すべく、半重連方式の重連総括制御仕様で、落成している。1963年度製造分以降は、塗色が、従来の武道色2号と、木1号の帯から、上部ネズミロ1号。 株主色4号、その境目に白帯を配した新しいディーゼル、機関車塗色に変更になった。2両は912型に改造された。1966年から翌年にかけて83両製造されたもので、車軸に取り付けてある原則機の曲がり博士歯車を破損防止のため従来品から DD51 用に変更、組み合わせる。 ハスバ歯車も911系のものに変更した。そのため、波数比も0番台とは異なるものとなった。台車も改良が加えられ、形式が DT113 型から DT113E 型になった。これらの改良により、従来機とは互換性がなくなったことから、既存機と区分するため300番台とされている。 基本番台の112から264のグループをベースに10連総活制御仕様としたもので300番台よりも早く1965年から18両が製造された制御機器が10連総活制御対応に変更されたほか車端部に制御回路引き通しようジャンパ線受け釣り合い管等の増設が行われた程度で外観的に基本番台と 大きな変化はない。611号機小樽子総合博物館にて300番台の10連総括制御対応版である。台車には300番台と同様の変更が加えられて、台車形式が DT113 型から DT113E 型に変更になったため、新たに600番台に区分されたもの。他に変更はない。 1966年から翌年にかけて51両が製造された。製造当初はヤードでの入れ替えや、小運転に用いられたが、手重型が登場してからはもっぱら入れ替え用あるいは、貨物支線用となった。ごく一部に旅客列車の牽引を行った事例、山陽本線や従連で本線貨物列車を牽引した事例も存在する。なお、水軍線では、 当機の暖房用に暖房車も配置されていた。国鉄末期、貨物列車の減少と赤字増大による貨物輸送システムの改革により、ヤードや貨物支線が廃止されたことで余剰となったため1979年、移行急速に廃車が進み、JR 各社には912型に改造されたものを、除き一両も継承されることなく、 国鉄最後の日である1987年3月31日までに全社廃社となった。その用途から地味な存在ではあったが、後に DD51 系の開発において本形式で得られた経験は全て活かされており、国鉄が液体式ディーゼル機関車で成功を収めることができた、事実から日本の鉄道車両史におけるマイルストーンとして記憶されている。 本校では廃車まで DD13 型として国鉄席を有した保存者を記載する他形式への改造者、私鉄への譲渡者等の保存者については口述する DD14 型本形式の駆動系を踏襲した除雪用機関車で1960年から1979年に43両が製造された DD15 系本形式の内外仕様を基本に 専用の諸設備を付加した設計の除雪用機関車で1962年から1966年に50両が製造された。912系60番台912系、東海道新幹線における工事用車両の懸念、及び開業後の補修車両検念用に DD13 型を標準機化改造した車両、開業前の4桁形式番号では2000型と称した。 1963年から1977年にかけて、種ネ社の基本番台を改造した基本番台16両と1975年に600番台を改造した10連総括制御対応の60番台4両がある。60番台4両は、山陽新幹線新幹門トンネル内での救援用として改造されたもので、自動連結機に加え新幹線電車と同じ。 密着連結器も装備している。同連結器は車両端部に設けられた U 字型のフレームに取り付けられており、使用する際はこのフレームを下げて使用する。工事用車両の牽引時はフレームを上げて波型連結器を使用する。2011年度に全車廃車され形式消滅した廃車となった後に、 戦闘のボンネット周辺部分のカットモデルが交通科学博物館に搬入され、ブルーシートがかけられて保管されていた。その後、2016年4月29日にオープンした京都鉄道博物館で展示されている。番号の新旧対象は次の通り。中小規模の地方鉄道、臨海鉄道などにおいては、 本形式の汎用性の高さと使用、性能の適合から、同型の自社発注車両や国鉄からの譲渡車が多数、導入された。国鉄ではすでに淘汰された形式であるが、2015年現在においても、多数の事業体が、校内の入れ替え作業や、小運転などの用途に徴用されている。上岡鉄道への譲渡車秋田臨海鉄道タイプ。 名古屋臨海鉄道タイプとマコマイコ開発株式、会社線タイプ本形式及び自社発注による同型車両の使用歴を有する主な事業体を以下に示す。ありがとうございます。